内閣府特命担当大臣は日本の廃止された国務大臣内閣府特命担当大臣の一つである新しい公共担当大臣と通称される内閣府政策統括官が設置される中央合同庁舎第四号館日本の内閣府に置かれた内閣府特命担当大臣の一つである主として新しい公共に関わる行政を所管する 国務大臣である、内閣府にて新しい公共に関わる行政を司る組織としては内部部局である内閣府政策統括官配下の組織などが挙げられる。内閣府特命担当大臣はこれらの組織を担当する。また内閣府が所管する懇談会として扱われる新しい公共を推進会議や社会的責任に関する円卓会議なども担当する。 内閣府特命担当大臣のうち、沖縄及び、北方対策担当、金融担当、消費者及び、食品安全担当の3大臣は、内閣府設置法により、筆致とされている。それに対して、他の内閣府特命担当大臣は、筆致とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、政権により増減や変動があり、その役職名は、 必ずしも一致しない。なお、2010年に内閣府特命担当大臣が設置されて以降、民主党歴代政権は一貫して新しい公共に関わる行政を担当する特命担当大臣を設置していた。この内閣府特命担当大臣に就任した者は内閣総理大臣決定に基づき新しい公共円卓会議の審議に出席する。また、 この内閣府特命担当大臣に就任した者は内閣総理大臣決定。2012年12月第2次安倍内閣の発足とともに廃止された。2010年1月29日内閣総理大臣の鳩山幸男は第174回国会の施政方針演説にて新しい公共の推進を表明した。これを受け内閣府政策統括官が 新しい公共に関する行政を所管することになった。それに伴い、内閣府特命担当大臣として入閣していた、戦国義人が、2010年2月10日付で、内閣府特命担当大臣を退任し、内閣府特命担当大臣に就任した。それ以来、自民党に、再び政権が交代した2012年12月まで、内閣府特命担当大臣の職が継続して、 設置された。任命、補職は3段階で行われており、まず、国務大臣に任命するとの歓喜が出され、ついで当該の国務大臣に対して、内閣府特命担当大臣を命ずるとの事例が出され、さらに当該の内閣府特命担当大臣に対して、新しい公共を担当させると命ずられる。これらの事例は、官報に掲載されるため、その記載に基づき、 内閣府特命担当大臣と表記される。なお、担当名に鍵括弧が含まれる、特命担当大臣は内閣府特命担当大臣が唯一である。英語での故障については、Minister of State for パブリ New Public Commons とされている。ありがとうございます。